魔性尻お前が欲しいは、ベビーブーム、マサ監督による日本映画。2020年2月21日に公開された。口述のように別タイトル、アブノーマルロデオブルースとしても知られる。ファンシーなど、監督作のある、広田正夫が映画秘宝などでの筆名である、ベビーブームマサ名義で監督した日本映画。広田が助監督時代に、俳優から聞いた実話をもとに映画化。 アイディアはずっと温めていたが内容が内容だけに企画は通らないと心の内にしまっていたが坂木秀夫の助言を受けピンク映画として再構成し公開された R-18 指定作品魔性尻お前が欲しいのキャッチコピーは光が強くなると影も濃くなるだが光が消えても影は消えないアブノーマルロデオブルースのキャッチコピーは紡がれる重さの記憶 2020年10月の OB Pictures Fest 2020では R15 指定作品に再編集され、アブノーマルロデオブルースのタイトルで上映される。監督名も広田正夫となっている。また2021年4月には DVD 版もアブノーマルロデオブルースのタイトル編集で発売。さらに2021年4月3日に女占い師と ビジン OLW 巨尻で狂わせて R-15 のタイトルで日本映画専門チャンネルで放送された。双葉社、映画秘宝2021年3月号に掲載された切り士、し、理作の2020年未来のためのピンク映画ベスト14位作品に選出された。ある日、工場で2名の死体が発見された。拳銃に撃たれた跡があったものの死因は 窒息死と判断された。一人は二十代の頃、個性派俳優としてブレーク寸前だった後藤秀夫。もう一人は同じ九十代の頃 DJ だった河村浩二。河村は一度事件を起こし服役。幼馴染みである後藤秀夫の会社で勤務していた。果たして二人に何があったのか、ありがとうございます。